はい、海に着きました。やりました。はい、来ましたね。これから釣りを、この後ろに見える船で、おお、行きますので。でかいですね。船は船酔い大丈夫ですか？まあ、ちょっと酔っちゃうかもしれないな。船じゃなくて君にね。そこ失笑しない、ね、大事なとこだ、ね、素人、ね、4人だとちょっと不安なんで、次のアドバイザーの方をお願いします。先生、田口さんです。あ、田口さん、よろしくお願いします。カップルで競争ですからね、はい、何匹釣れたかっていう、はい、じゃあ今日はマグロを釣りたいと思います。今日釣る魚は、うん、今日はアジ。アジ、アジいいですね。アジ食いて、あとルアーで少し小さい、まあ、アジみたいな、でかいのは釣れない。でかいのは刺さるか。でかいの勝負かね。ないんですか？メジナいるかもしれない。慎重にやってください。慎重に。そうなの。まあ、じゃあ早速船に乗りましょうか。はい、はい、カゴ釣りっていう釣りするんですけど、はい、まずここバケツにこれ、ごませ、これエビのミンチ、あ、美味しい。これをカゴの中に、カゴの中にスプーンで、スプーンで入れてください、はい、で結構最初の頃は目いっぱい詰めるだけ詰める。針が2本ついてます。でこのこれ、ここ今からここに取り付けるんですけど、風吹いてるからなるべく糸張りながら手傷つかないように、このここが問題なんですけど、この磯目、青磯目、はい、あフィルクめっちゃ浮いてるやつ、そう、青磯目、これをつけるんですけど、こっからがまだ問題があって、はい、これに、まあ後でまた教えるけど、磯目を手で触って、ね、手で触って先っぽにグッとつけてこうしてください。こういう状態でぶら下げる感じです、うん、通したら今度手でプチッと、まあ、このぐらい、あ、入れてから切る、うん、ここまででどうしてもダメな人は、どうしても勘弁してくださいっていう人、飯食べながらだと余計になっちゃうかもしれない。それできない。全然できない。できるでしょ。それはもうパートナーが、パートナーがやってもらう。つけられないでしょ。水みたいに。水みたいな。つけられない。前ぐらい回せなさい。もう平気でできちゃうんだよ。うん、だってやってるよ。将来海に住みたい。磯めっちゃん。こっち噛む方だ。お、口開けた。ったら先生に。ああ。呼んでくださいね。噛む方をやるから。よいしょ。磯めちゃんちょっと。よいしょ。ああ、回ってる。はい、はい、口開けて、はい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 、いい子だね、いい子だね、噛まないで、あー、ムカつく、これ、やつく、私、いつもね、これ切ってから刺す、ぶっ刺す、うん、血が出てる、ごめんなさいとか、結構容赦ない、何型A 型かも OK、 ありがとう、うん、磯目はまあついてると、で、竿を持って、はい、竿を今度立てないで、こう斜め、はい、で、クラッチを押して、で、すぐそう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 そこ、そうそう、そこ落ちるまでまだ、まだだよ、まだそこ押さえながら、どこで止めるんですか？で、止めるときはハンドルを、うん、自動的に。
切ったら今度泳ぎ外して、うん、おーはいいいの来た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 、まだよ、来てる来てる、うん、ツンツンしてるツンツンしてる、あツンツンしてる、邪魔来てる、来てんの、ツンツンしてる、ちょっと待って、おーいい、ちょっと待って、ほんと釣れない、そうやって邪魔しない、ちょっとね、また方がいいんじゃないですか、もうちょっと、そのぐらい止めて、で、顔を自分のところに、ツンツンしてるけど、多分ね、引っかかってはない、食べられてる、来た来た、ちっちゃいけど来たー、で、さっき言ったようにこれを置いて、これを竿を入れて、で、あの糸を手繰る、あ、ねぎられちゃったかも、引っかかってないかも、あ、ね、そんな感じでも、そんな感じがする、でも来たじゃん、すごいそれ、お、キスだ、おキスが釣れるとは縁起がいいじゃん、キスが来た、あ、いないな、パートナー、釣れました、釣れた、かわいい、あ、釣れなかった、あ、来た、いいの、え、私ダメなのかな、私まだやってないですか、だって魚いっぱい釣るんだよ、いつも坊主ないよ、いつも、メジナ釣ったことあるんだよ、煮付けにしたよ、煮付けに、これもいいってことよ、あ、釣れてた、釣れてたで、それくらいでストップして、あれを全部取って手の押さえて、そして竿を立てて、ありがとう、よいしょ、アジ、アジ、お、アジだ、アジ1号、アジ、アジ、先生、アジ釣れました、先生、アジ釣れました、ジャストのところにアジ、アジです、なんか口に周りに磯目がちょっとくっついてて気持ち悪い、これ食べていいの、ヤッホーアジちゃん、アジって、これ、これ、これでしょ、完璧、釣りがある、釣りがある、釣りがなんかそれ来てんじゃないの、え、やっぱりまたあれじゃない、でもなんか来てない気がする、何も来てないよ、あれ、あ、釣れてる、いや、そこはもうそれ以上負けないんだって、はい、だから竿を立てて、で、それをちょっと、それをトンプ、これで、はい、取りますよ、重い、あ、なんか泳いでるよ、え、重たいだ、え、重たい、え、これは、あ、これ違うわ、すごい、これ幻の魚、幻の魚、幻の魚、え、横島なの初めて見た、なんだろう、縦島はさ、いるじゃん、島台みたいな、これ何ですか、先生、先生どちらに、先生これ何ですか、何
何でしょう幻の魚なんですかね、やっぱすごい、すげえ。はい、魚さん、何でしょう、何でしょう、幻の目が、これね、喉刺さってるの、喉の奥に。あ、ちょっと閉じないで閉じちゃった。めっちゃめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、威嚇してる。幻だからって調子乗るね。じゃあ入れてあげましょう。夕日ですね。あ、本当に寒くなってきました、ね、今日渋滞もしちゃってちょっと釣りの時間もそんな、ね、裏事情なかったんですね。はい、じゃあ成果、どうでしょう、どうでしょう、あれ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 、こちら何匹ですか。3匹、3匹です。3匹しか釣れてないんだ。すごい。何匹は？ダメじゃん。ダメじゃん。だって一匹も釣ってなくて。まあそうだけど。散々言っといて。ね、散々一番釣れそうな格好してんだけど一番釣れなかったね。最悪。一番スルーされてる。ねえ。まあせっかくねここまで来てちょっと夕日も綺麗なことですし、綺麗なこと、ちょっと反省を踏まえて、うん、お互いで。反省を踏まえて、ね、反省を踏まえて、いや俺すごい反省しなくちゃいけないから、はい、ね、あのちょっといろんなフィッティングの面でちょっと挽回したいと思います。じゃあ勝ったんですね。はい、勝ちました。勝った、ね、桜さんチーム勝利で。じゃあ、勝ったお二人は、はい、ちょっと後ろのまだこう座りのいいところで、ちょっと、じゃあちょっと移動しましょうか。はい、はい、後ろにどうぞ。はい、